パワーアップロリしてます。こんばんは。この格好で帰ったんですか。さすがに帰るときはちゃんと着替えてさっき着替えたよ。そう、合法なのでねそう、これは私が本当に6年生の時っていうか小学校の時に使ってたランドセルです。これガチランドセル、ちゃんと実家からお母さんに持ってきてもらったのこの前お母さんが来てくれるタイミングで実家からちゃんとこれ持って帰ってきました。わざわざ普段着じゃないね、私服じゃないです。私服じゃない。小学生この時間配信できません。違うよ、合法的なロリだから大丈夫なんです違法じゃないからね。私はただのロリじゃありません。合法ロリなので、そう、合法的なので大丈夫です。10月31日にその格好で街中ってハロウィン？これで紛れるの？やばい。それは補導されちゃうかも。これで夜歩くのはちょっと補導されちゃうかもしれない。でもさっき着替えてランドセル背負ったんですよ。そしたらお姉ちゃんがいるんですけど、お姉ちゃんに変わらないねっつってあの時のあの頃のあずみがいるよって言われた。小学校の時から小学校の時と何も変わらないねって、身長も変わらないんじゃないのって言われました。さっき、そう、何も変わらないらしい。だから今家族 LINE に送りました写真をやばい、今日お父さんの誕生日なんですよ。お父さんの誕生日で家族 LINE がおめでとうってなってる中で、中に私のランドセル小学校ロリアズミンの写真が投下されたこんばんは。そう、おお、江田島オータムフェス行きます、待ってる、ありがとう、嬉しい。そう、パパ誕生日なの。お話会ありがとうね、嬉しい。オンラインありがとう、来てくれて。初めてガスミでよかったと、嬉しいよ。また話そうね。嬉しすぎる。そう、昔懐かしい気持ちになってもらおうと思ってお父さんに懐かしい気持ちになってもらおうと思いました。こんばんは。今日は珍しいからちょっとスクショタイムしよう。あ、配信間違えました間違えてないよロリアズミンルームで、間違えてませんよ。ロリミンルームです。ロリミンルームで合ってるよ。これが全身が見せられないんですよね。こんな感じですね。
見てこれ、ちゃんと結構細かいでしょ。ここまで凝ったんですよ、名札まで。 STU48 学校21年 2.5 組岡田あずみ、イエイ。確かに小学生っぽく。ちょっとお話会がさすがに攻めなかったので、配信で。小学生出ましょう。大丈夫、これは合法だから。これはね、合法的だから許されるんです。合法だから好きになっても OK だよ。そう、ちなみにマネージャーさんに書いてもらいました、名前。小学生です。初タイム OK。 実際に使ってたランドセル、そう、実際にあずみんが使って6年間使ってたランドセル。実際まださ違和感なくさ、すごあのね背負えちゃうんです。実は実際に使ってました。そう、でもなんかね、あのね、卒業するときに友達にこれいっぱいいっぱいなんかねメッセージ書いてもらったんですよ。ここの裏面がいっぱいメッセージ書いてあるんですけど、そうそうそう、メッセージ書くやつや、だからちょっとメッセージがありすぎてちょっとね背負えなかったっていうね。だから配信のみで背負います。ステージだらけのランドセルになっちゃった。そうそうなの、お祝いの卒業メッセージをランドセルに書くんです。そう、実際に使ってたやつ。弟のランドセルは多分どっかにあるんだと思うけど、わかんない、どこにあるか。フェインターンの時と違う、フェインターン。確かにレイダウンの時とは違うかも。真逆。真逆かも。これでレイダウン。何が欲しい。確かにチェリーピンクっていうランドセルの色の名前、チェリーピンク。失礼ね、かっこ12歳謎発見。違う。21ちゃいです。12ちゃいじゃありません。いつもこの格好で配信してほしい。やばいでしょこれ。いつもこれは、いつもこれはやばい。やばい、それはもう私服になっちゃう。私の姿が、これがノーマルになった。こんばんは。
ちょっとカラオケ配信しようかなーって。そう、21歳だよ。1月で22歳になります。これはコスプレ、あの服とかこの帽子とかはコスプレですね。でもなんかこの帽子がさ黄色いからさ、オンラインお話し会してるとき、なんかちょっと幼稚園の帽子に似てるじゃん。幼稚園の帽子に似てるから、幼稚園児のコスプレだと思ってる方がね、結構いたの。この帽子で。黄色い、なんか、小学校1年生って感じじゃない？黄色い帽子ってなんか私のイメージだけど。私の学校は赤白帽子だったの。だから、黄色の帽子じゃなかった。ね、ランドセルなかったらね、意外と。お話し会はこの状態でした。そう、この状態。で、こんにちは、だったの。そう。だから、ランドセルの方がもう分かりやすいっちゃ分かりやすいね。ね、ひめたんさんに今日、小学校の格好をしてたら、私より年上に見えないって言われました。ひめたんさんに。このコスプレしてたら、私より年上に見えない、絶対。何歌おっかな。なんかこれっぽく、ディフェンスはないんだよね。え、そう、今日ノアピと撮った写真、ノアピがね今日なんか厚底のヒール履いてたのもあって、ノアピと撮った写真がすごいのマジでどっちが年上ですかみたいな写真が撮れて、あかりんさんが撮ってくれたんですけど、そう、ちょっとじゃあロリ感ある曲、これわかんない、勝手にロリ感ある曲だと思ってるけど、いちごバナナアーボーイ、メロンチェリーオレンジ、キウイピーチアボカド、目と目があってピンときたのよ、恋が始まるってあのね、そのねだよね、今までとはどこか違うよ、胸がキュンキュンするな、だけど私なんかダメ、可愛くないし、周りの女の子に負けてる、悔しいよ、いちごバナナアーボーン、甘い香りがする、メロンチェリーオレンジ、ちょっとキスしたくなる、そこに紛れてる、私はアボカド、アボカドじゃねえし、アボカドだし、いちごバナナアーボーン、チェリーオレンジ、友達までで満足するなら何も問題はない、私それ以上近づきたいよ、もっと仲良くなりたい、どんな冷たいしぶち仲間外れに、絶対あなたを諦めない、恋心
たくなる。そこに紛れてる私はアボカド。アボカドじゃねえしアボカドだし、いちごバナナアーパー、メロンチェリーオレンジ、いちごバナナアーポー、甘い香りがする、メロンチェリーオレンジ、ちょっとキスしたくなる。そこに紛れてる私はアボカド。アボカドじゃねえしアボカドだし、いちごバナナアーポー、見た目かわいいよね、メロンチェリーオレンジ、ちょっと好き。そこに紛れてる私はアボカド。アボカドじゃねえしアボカドだし、いちごバナナアーパー、メロンチェリーオレンジ、いちごバナナアーパー、キウイピーチアボカド。ありがとうございました。かわいいロリミン。アボカドじゃねえしアボカドだし、いちごバナナアーポー、見た目かわいいよね、メロンチェリーオレンジ、ちょっとキスしたくなる。そこに紛れてる私はアボカド。アボカドじゃねえしアボカドだし、どうしようかな。わ、思春期のアドレナリン、最近四国公園そんなに外れに入ってないっていうことに気づいた今。これどんな歌だっけ？ちょっと待って。あ、HTML アプリの不具合なんかメールで来てないって。でも送ってるから多分不具合かもしれん。それはね、思春期のアドレナリンちょっと一番だけど、
ね、最近四国でも公園で歌ってない、思春期のアドレナリン、少女はいつだって最強、だからほら断らん、うん、あ、確かに小豆島が瀬戸入りに入ってからだね。え、アプリ版全くメール来てません。え、本当に？え、じゃあそれはアプリの不具合だ。 100% 送ってる、送ってますね、送ってる送ってる。それはアプリの不具合かもしれん。みんな来てないんかな、私のだけ来てないのかな。メール来てる、みんな、私のだけ来てないのかな。え、ダウンロード失敗って出ちゃった。あ、歌えた歌えた歌えた、あれ、で違う曲だ、あれ、やばい、歌詞が出ない。見られたら絶対恥ずかしい、え、これみんなのところ流れてる？ときめいてぼーっとしている瞬間、これみんなのところ流れてる？え、歌詞がね出ないの。ルルルルルル弾いてみた、この子に生まれて初めてよかったと思った、好きな人の前では一番可愛い、私になる、もっともっと愛をちょうだい、ダーリン、まだまだキスには早いけれど、唇尖らせてみる、もっともっと愛をちょうだい、ダーリン、あなたの唇触れてみたい、妄想だけが膨らんでゆく愛しさはマリネえ、なんで春季のアドレナリンは流れないの。ね、テロップおかしいよね、これ混在してんのかな、止まらないのこれ。あ、いけた、あ、いけたいけたいけた、お、え、すごい、ちょっと待って待って、バグってる、大バグにしてる、歌詞出てないのもバグ。え、待ってね、え、すごい、違う、私、ね、すごいところに歌詞が出てるんだけど、待って、これ私の携帯でしか見れないのかな。待って待って、どうやったらいいの、これを見せたい、みんなに、こっちも、こっち、わかる、ここに出てんの歌詞が。春季のアドレナリン伝わってさえしかも切れてる。マスすぎてた駆け巡るアドレナリン、今なら空だって飛べる、今何をするべきか、マスすぎてた歌って踊れ、もうおおおもうおおおもうおおお急ぐ力、あ、ないんだ、いやー、これはちょっとバグですね。ちょ、これ、え、次の曲行ったら治るかな？じゃあ、ちょっと結構。これは？いけるかな？アドレナリン出すぎてる。本当に。テロップでロリー。わ、そういうこと？ロリー、だって、みんながロリーって書いたら星になるもんね。みんながロリーって書いたら 星になるようなこと、私がテロップで打ってるからショールームの人に怒られてるのかも今。え、やっぱり治らない。
よ。ねえ、歌詞が音程ままで直らない、みんな。待って、ちょっと面白いこれ。ほら、ここに出てんの、みんなのコメントの上に。本当だったらここの画面に出るのに、ここに出るの。クラス替えしてC組の僕は彼女の様子がわからない。会えなくなってやっと気づいた、その興味とは好きだってことが。気のせいか聞かれたような、渡り廊下走っていたような、いつだって彼女でして、そばにいる人の友達でも離れた分過敏になってる。恋の気配急ぶに感じているよ。校庭には何が見える、新しい風に揺れる枝のつぼみよ。あの日のときめき入学式、デジャビューみたいな桜の木。こうしたら一回横にしてみるとか。え、直らない、出てこない。え、直らない、待って。横画面にしても直らないこれ。待って、直し方わかんない、一生これみんな。いや、カラオケしようと思ったのに老眼向き。やばい、これはちょっとショールームの人に怒られ、私多分意地悪されてる。ロリとかやったから、ロリしてるからだ、ロリしたから。異性として気に求めなかったよ。教室から見えるカーテンはふわりカーテン邪魔をしている。ちょっと2で歌おうかな。2でなら、ちょっと歌詞が多分2でなら、いやー、なるほど、直らないわ。ミレもでっかい文字が。ミレの文字がでっかい。そうだね、このまま行こう。いつもの公園のベンチの指定席、みんなに人気のこ影の下、僕たちが明日から気まずくなってしまえば、新たなカップルが愛を語るのだろう。できれば何があったって正直になってほしい。どんな格好悪くてもいいじゃないか。離れたくはないと言ってたのに、夢と現実は違う。もうここには来られないと君が泣いた夜、未来の一歩目を引き止めちゃいけないと思う。だからこの二連下で君を見送ろう。ミレならいける、ミレなら。そよ風にざわざわと揺れる音が好きなのと、木漏れ日を見上げて耳を澄ませてた。あの時黙り込んだのは僕がどう答えるのか。少し期待をして待っていたのかな。季節が変わってもあのベンチにずっと座っていたいよ。僕たちの物語は譲りたくない。
それでも性格のスタートを無駄にするなよ。今の僕にできる愛とは引き止めないこと。あたりに星が降り注ぐ頃までなかなか立ち上がれない。指定席離れたくはないと言ってたのに、夢と現実は違う。もうここには来られないと君が泣いた夜、未来の一歩目を引き止めちゃいけないと思う。だからこの二列の木の下で君を見送ろう。歌えた。二列いいですね。二列いい曲だよね、本当に。なんか、あかりんさんがね、すごいニレを好きでいてくれて、2.5 期生のこともね、もう 2.5期生4人大好きって言ってくれるんですけど、本当に、この前、なんかニレを聴きながら、いい曲やなって思って海を眺めたって話を聞いて、もう本当に優しい、嬉しいと思いました。いい曲だよね。本当にニレ。やばい、時間が迫ってる。歌詞見ないでまるっと歌える曲って何かあるかな。意外といけるかな。じゃあ息しよう。息します。確かに違った印象。2.5 マジかみすぎ。嬉しい。ずっと好きでいて、2.5 のこと。みんな。嬉しいよ。私も 2.5 期好きだよ。みんな大好きって言って、俺もか、俺もって言ってください。僕だけの時間だ、もう誰も眠ってしまうがいい。本当の自分でいられて息が。できる。太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる。ああ夢の中なら自由に振る舞え友達と上手にやらなくちゃ、そうもっと楽しそうに生きなきゃ、そんな意識は捨てたい。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ好きだ声に出してみる。君が君が好きだ。星空をずっと眺めてると、そう眠るタイミングを失う。目を閉じるのがもったいなくて息ができない。
きっと世の中に二人はいるべきものが存在していて、僕はもっと外に目を向けて息をしよう。ああ明日になればもう一度生まれ変われる。昨日までの自分のことなんかもう忘れてしまっていいんだ。息の仕方変えよう。君に教えられた大きい世界よ。思っていたよりも人生は楽しい。君に気づかされた孤独ではないこと。そう僕が勝手に背中向けてただけ。好きだマロも生きることは呼吸すること。急がないでゆっくりでいい。他の人と比べないで吸って吐いて自分のペースで。誰か好きになると知らぬ間に微笑む。思い浮かべるたび幸せな気持ちに。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになった肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ好きだ声に出してみる。君が君が好きだ好きだありがとう。いい曲。好きだ。好きだ。ありがとうございました。今日もお話し会。ちなみに、現在お話し会受付中なので、12月7日のクリスマスもお待ちしてます。リアル。5時間目と5時間目。あと、今日メールでも聞いたんだけど、もう一回聞いとこうと思って、もし、あずみん、単体で、あずみんのグッズが出るとするならば、タオル、トートバッグ、クッションの3つだったら、どれが欲しいと思いますか？ちょっとコメント欄でババババって送ってほしい。どれだったら一番欲しいなと思う？クッション、タオル、トートバッグ。どれか1個。あ、でもクッション多いな。と、トートバッグも、クッションも多い。クッション多い。多分こんぐらいのサイズ。です。やばい。男女います。13位、ななにさん。12位、地獄あらいさん。11位、みゃんこーちゃん。10位、とっちゃんぼやさん。9位、ぬっしーさん。8位、そうだすさん。7位、かぎ37さん。6位、ゆずきちさん。5位、ディオさん。4位、せいやん。3位、こりゃまるさん。2位、ケイセティンさん。そして1位は、ドゥルルルルルバン。しょうじさん、ありがとう！ありがとう、ありがとう。じゃあ、ちょっと悩みます。ありがとう、教えてくれて。ありがとうおやすみー、おやすみなさい。ゆっくり寝てね。バイバイ。おやすみー。なーにー。ありがとう。